はい、どうも、ヒロです。パリスキャリア続きやっていきます。で、今回はブライトン戦やっていきます。で、前回はね、カイのノリッチとやりまして、まあ、エリオットがね、4ゴール奪って、ノリッチの守備陣粉砕しましたけども、まあ、今回はね、点の取り合いになるんじゃないかなと思います。ブライトンも結構得点力ある方だと思うので、まあ、失点もね、15で多いんですけど、まあ、うちのチームがね、多いので、まあ、向こうの方が守備方いいんじゃないかなと思います。で、今回のスタメンなんですけども、トップにバスケスで、で、イロエグブナブじゃなくバレイロで、かな、あとは変わらずのメンバーですね。で、戦術をちょこちょこっといじって、やってみようかな。どうなんすかね。まあこんなもんかな。ちょっとわかんないけど、試合やってみないとね。じゃあ試合の方やっていきたいと思います。はい、じゃあ試合の方やっていきます。よし、オッケー。ナイス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 。よかったですよ、今の。奪ってからね、早かったですね。スペースに走っていくのが。まあ、こういう感じでね、ゴール奪えるようになったら、もっとね、まあ、失点してもね、勝てるんですけど、まあなかなかね、戦術との噛み合いもあるし、向こうのねフォーメーションもあるしね。ブライトンが3バックなんで、まあセンターバックの間に結構スペースできるから、そこ狙っていったら結構点は取れるんじゃないかなと思うんですけどねって感じですね。うわ、 PK じゃん。体だったろ今今体だったことない。いやー、胸だと思うけどな今のな。かわいそうな気がするな。角度が悪いよなあれ。よし、オッケー。うわ、めっちゃトロいやん。出てないんですね。素晴らしい、よく止めたよ。ただダイビングは苦手。何してんの。お、マジでさ、何してんの。結局やん、結局失点してるやん。何してんのよ。バレルはそこ止まっちゃってるし。おお、素晴らしいシュート。スタメン起用に応えたな、おい。これはもういいシュートですよ。ちょっと。いや。動きが遅すぎてついてけねえよ。アルティメットだからこんなに失点しやすいのかな。相手がよ、荒れすぎて。どうなんだろう。よし、OK。なんかな、ずっ
と趣味のゲームバランスは直らんって感じやな。あ、いけるな。ちょっと入りすぎたけど助かった、よかった今ちょっとボール入りすぎたな、危なかった。ハンド取られるかと思った。オッケーオッケー、まあ、バレーロとバスケスがスタメン起用に応えてるのはでかいですね。ここちょっと入りすぎたよなこれちょっと入りすぎた。あー素晴らしい。オッケー、前半で 5得点はでかいよ。オッケーオッケー、バスケスのパスが良かったですね。やばちょっとおマジで振り切られた、ついていけないやば、うん、前半のスコアか前半のスコアかお前、9点動いてるぞ前半で。おい、ここで決めた、やばいなこの試合。よーし、 OK、 7点目。あーやべ、どうしようこれ。おおすごい、何点目エリオット。あ、3点目、素晴らしいあぶね。よーし、オッケー、9点目。ブライトンの守備陣がゆるゆるやな。よーし、な、おい。アスター・フランクス。おお、すごい、いいシュートだった今。10点目、久々にこの点来たな動画で。素晴らしい。あ、やべ、やられた。今のは上手、うまかったな今の。あ、終わっちゃった。もう1点欲しかったな。いやでもすごかったこの試合、やっぱめっちゃ点取った。はい、まあね、10対4で、まあ、勝ってね、まさかね、得点っていうか、ゴールが、2桁も取れると思ってなかったんで、びっくりしたんですけど、うん、でもまあ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 、いい崩しができてね、うん、久々に、面白かったですね、うん、ストレスなく、まあ、失点は4失点しましたけど、まあ、それはもう、ね、まあ、しょうがないっていう感じで割り切って、ってやる、思うならもう10得点はお見事という感じでした。はい。じゃあ46ゴールですか。すごいな。エリオットやば。はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。